ロンロン和装チャンネルへようこそ。総支配人のロンロンです。今日はですね、先日ですね、ちょっとお邪魔しまして、どこ行ったかって言いますと、名古屋三越栄店ですね、名古屋三越栄店の、着物ミュージアムタンス屋さんというところに伺いました。これね、何屋さんかって言いますと、当然着物屋さんなんですけども、リサイクルだったりリユース、もしくはリメイクしながらですね、お着物を売っているところで、大体ね、お着物屋さん行くとね、女性もほとんどなんですけども、ここね、珍しくって言っていいのかどうか分かりませんけども、ちょこちょこね、男物も結構あるんですね。でね、物も当然いいものをお安くっていう風なので、いいものででもリサイクルだったりリユースなので結構値段が下がってたり、でこの間も反物ちょっと見せていただいたんですけども、ちょっと私には色がちょっと合いませんでしたけども、もう本当に、定価の半値以下ぐらいで下ろされたりしてましたので、これまたね、一回なんかチャンスがあれば皆さんも行っていただければなと思います。はい、で店内をねちょっとね、動画撮らさせていただいたので、その辺ちょっと、流していきたいと思います。じゃあ動画どうぞ。はい、いかがだったでしょうか。そんなに広いお店じゃないんですけども、結構ね、いろんなものがあって、着物だけじゃなく当然帯だとか、今だと羽織ですね、羽織系のものだったり、なんかもう上からこうなんかなんていうんですかね、防寒用のああいうものも売ってましたし、当然、そういうアクセサリー系ですね、小物とかそういうものもありましたので。何度も行かれてもね、足運ばれてもどんどん品が変わっていきます。でね、これね、タンス屋さんってね、これ、調べてもらうと分かるんですけども、全国にあるんですね。いい有名どころだと思う、東京銀座にもありますし、はい、で名古屋 の中部地方にもね、3店舗ぐらいあったと思いました。はい、で西の方もありますんで、なんでね、物の流通が非常にいいんですね。なのでね、いろいろ変わったものが出てきますし、またその今ちょっとなんていうか、レトロというんですかね、ちょっとそういう感じのものが流行ってますんで、そういう系のものを探すにもなかなかいい店じゃないかなと私は思います。はい、皆さんね、またこういうの見られてね、興味があれば、栄三越ですので、11回あったかな、ちょっとすいません、回数忘れちゃいましたけども、にありますので、喫茶店の向かい側にありますんで、その辺ちょっと見ていただけると、なかなか面白いものいっぱい、掘り出し物がね結構あると思いますし、でね、またね、店長もね、8月やったかな、9月やったかな、から、変わられまして、新店長さんがやられておられます。はい。なんでね、また店の雰囲気もね、またちょっと以前とは違うのかなと思います。以前私はあんまり知らないんで、ちらっとしか行ったことなかったんで、はい、あれなんですけども、なんでまたね、その辺楽しみに行っていただければいいかなと思います。それでは、面白いかなと思えば、チャンネル登録、いいねボタン、フォローお願いしたいと思います。またね、こういうのね、ご意見あればね、どんどんいろんなところ顔出してね、行きたいと思いますんで、よろしくお願いします。じゃあ、またね。
バイバイ。